はい、どうも皆さんこんにちは、和也です。で、今日はね、ちょっとね、前回の動画で皆さんにお知らせしたんですけど、またね、あの熱いデザインコンペが今年も開催されますということで、あのシャチハタさんが主催するデザインコンペが今年もやります。いや、このコンペ本当に熱いんですよ。あの何が熱いって、あの賞金が高い、審査員もすごいみたいな、まあ、そういったコンペです。だいぶ抽象的でございます。あの賞金がね、1位が300万円もらえるんですよ、このデザインコンペで。2位が50万円で、それ以外の審査員特別賞に入っても20万円もらえるんです。もうめちゃめちゃワクワクしますよね。これ学生も出せるんですよ。これ300万円もらえるから、相当なんか作品作り込まなきゃいけないんじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、提出物は A3 の紙1枚っていうか、 A3 のパネル1枚だけでいいんです。夢ですよね。夢しかないですよね。もう希望しかない。宝くじ買うならこれ出せって言っちゃいたいです、僕は皆さんに。ってぐらいおすすめできるコンペです。で、僕その去年と一昨年2回受賞していて、すでに準グランプリを取ってるんです。今回取ったら3回連続っていう形になるんですけど、受賞した経験からも、まあ、言えるのが、受賞式があるんですね。で、受賞式で受賞した人が表彰されて、でその後に懇親会があるんですよ。美味しい食べ物も食べられるんですね。本当に美味しいんですよ。で、美味しい食べ物食べながら、大御所の審査員の方々と会話とか、あの普通にこう雑談とか、自分の出した相手に対する感想とかを直接聞けたりできるので、この時間が本当に貴重。賞金とかは他のデザインコンペでももらえるので、こういったすごく大御所の審査員、原健也さんとか深澤直人さんとかと会話できる機会っていうのはなかなかないと思うんですよ。普通だったらお金を払ってその人の講演会に足を運びに行ったりするのが普通だと思うので、その人と会話するのがタダで、なんならお金ももらえて美味しいご飯も食べられるっていう体験がすごく詰まってるんですね、このデザインコンペには。なので、まあ、学生はもちろんなんですけど、まあ、社会人ですね、もうデザイナーじゃなくてもいいかもしれない、みんな出した方がいいと思います、このコンペは。うん、で、今回のねテーマがね、また面白いんですよね。今まで去年と一昨年はこれからの印というテーマでした。で、2年連続同じテーマで、今年もこれからの印来るのかなってちょっと予想していたんですけど、今年はね、あの自分で決めていいらしいんです、テーマを。どういうことかっていうと、〇〇を表す印というのが今年のテーマなんですね。その〇〇の部分は自分で考えていいですよっていう話なんですよ。これ激アツじゃないですか。デザイナーとしてはだいぶ心をくすぐられますよね。なんで、まあ、自分が考えやすいテーマを設けて、それに対するアイデアを出していくと。で、もうここからはちょっとしたアドバイスになってくるんですけど、まあ、受賞したんで、僕経験者が語るっていうことがここで言えるので、あのね、シャチハタの、受けるアイデアっていうのは前の動画でも話したんですけど、アート的な要素と普通に便利な要素が掛け合わさってるアイデアがすごく好評なんですね。まあ、便利なアイデアっていうのは置き換えると、どれだけみんなが共感できる問題を解決しているかっていうことなんですよね。アートの要素っていうのは見た目がよりシンプルで洗練されてるって意味なんです。これを一つのフレーズに置き換えると、みんなが抱える大きい問題をすごくシンプルな解決方法で解決するアイデアみたいな、それがすごく受けがいいんですね。みんながよく勘違いしてしまう考え方が、これ面白いかもとか、これ今までになかったよね発信で考えるアイデアってのは、確かに面白いし今までなかったかもしれないけれども、それって実際使えるのかなとか、あんまりそれ使う機会ないよねっていう風な、でもっていうことが言えちゃうんですね。それを結構やってしまうんです、特に学生とかは。なので、大前提、一番まず初めに考えなければいけないのが、まずみんなが共感できる問題を取り上げるということからスタートします。みんなが確かにそれ問題だわって思うものを取り上げて、でそれに対してどういったアプローチで解決するのかっていう、まず流れを作るんですね。でさらに、どういった方法でその問題を解決するのかっていうところは、あまりそこも大げさに解決しようとしちゃいけないんです。これをちょっとこうするだけでキュンです、これをちょっとこうするだけで解決できますみたいな、まあ、そういったアプローチの方が受けがいいんですね。でそうすると審査員は、あ、やられた、こんな手があったかって思うんです。やられた、こんな手があったかって言わせたら勝ちです。まあそれが一番嬉しい言葉ですよね。今までなんでこれがなかったんだろうって言わせたら、それが一番の評価コメントです。皆さんもそれを目指して考えるようにしてください。激アツなコンペなんですよね、これ本当に。でパネルもね、あまりねこだわらなくていいと思います。結構ね、僕も学生の時そうだったんだけど、パネル作りめっちゃ頑張っちゃうんですよね。 3D でレンダリングして、まあちょっとビジュアルをかっこよくってやるんだけど、そういうことじゃないんだと。コンペに関してはグラフィックデザインがメインの作品とかなら別かもしれないけれども、これはアイデアがベースなので、アイデアがいかに一番分かりやすく伝わるかっていう視点でパネルを作るといいです。そうなると、少しのテキストと1枚か2枚ぐらいの画像だけでいいと思います。
まあ、パネルは30分ぐらいあれば作れるぐらいの感覚でいいと思うので、パネルはそんなに時間かけないで作ることを意識するといいかもしれないです。僕だったら何を入れるかな。この〇〇を表す印、去年出した自分の名前を柄にするっていうサービスを提案したんですね、去年で。それで準グランプリもらったんですけど、それのコンセプトが僕の中で自分を表すんじゃなくて私物を証明する印を考えたんですよね。自分のものを表す印を考えたっていうのが去年の僕のアイデアのコンセプトだったんですよ。なので今回も例えば私物を表す印っていうコンセプトで考えると、結構みんなが抱える問題を解決できるようなアイデアが生まれそうな気がしませんか。ちょっとここで一個を取り上げると、例えばビニール傘とか、みんな同じもの使いますよね、ビニール傘。でもその中でこれは自分のビニール傘だって証明したいって誰もが思ったことありますよね。そういう共感をまず煽るような問題を取り上げると。であとはパーティーとかでみんな同じコップを使うじゃないですか、みんな同じ紙皿とか使うじゃないですか、みんな同じ割り箸とか使うじゃないですか、誰がどれみたいな。もう飲み会開くたびにそういうの発生しますよね。みんな分かってるけど意外とまだ解決されていないとかって結構あると思うんですよ。まあ、そういったところで私物を表す印っていうことも多分ここで言えると思うので、そういうふうに考えてみるといいかなと思います。まあ必ずしもね、この最初の〇〇を表す印っていうことから考えなくても、ひらめいたものをじゃあ〇〇を表す印のテンプレートに入れるとしたらどういったキーワードになるだろうっていう順番でもいいと思います。むしろそっちの方がちょっと面白い切り口になると思うので、最初にテーマを決めて考えるよりも、なんかひらめいたものをシャチハタのテーマと結びつけた方がちょっと面白い気もするので、どっちのやり方も試してみるといいかなと思いますね。3回連続では次僕取ったらこれなんで、出そうと思っている皆さん、僕と勝負という形になります。であまりその〇〇を表す印の〇〇をあまりありきたりすぎるものじゃない方がいいかもしれないです。むしろ僕はこの〇〇の部分をどのキーワードで作るかで、その受賞作品とか決まってくるんじゃないかなって思います。例えばね、このね審査員のコメントの中に自分だったらこれ入れるかなみたいなコメントがあるんですけど、例えば深澤直人さんとかは自分だったら言葉だろうかみたいな、言葉を表す印と言ってます。言葉に記すことは世界を変えるほどのパワーを持っており、その作用は受け手の読み取り手によって異なると、そういったことで言葉っていう言葉を選んでますやべつぼった。で一方原健也さんとかは生きるっていう生の文字を入れると言ってます。生を表す印、もう深いですよね。ちょっとで中村優吾さんは私たちの印って言ってます。私の印ではなくて、そこを複数形にして私たちの印って言ってます。面白いですよね。このあまり近からず遠からずみたいな、そういった絶妙なキーワードを選ぶところから着目点がそこで決まってるのも当然なので、まあ、そこまず結構きっちり考えてもいいかなと思います。楽しいですよね、デザインコンペね。もうお金ももらえるかもしれない、大御所の審査員に会えるかもしれない、自分の商品が商品化するかもしれないっていう、いいこと尽くしなんですね。デザインコンペにね、必ずしても受賞しなくても落ちた作品もそれは自分の作った作品になるので、ポートフォリオに入れることもできるし、だからデメリットが全くないんですね、デザインコンペ出すっていうことは。なので皆さんもぜひ参加してみた方がいいんじゃないかなと思います。春からね夏にかけてね、結構いろんなデザインコンペ募集し始めるので、デザインコンペがたくさんまとめられている登竜門っていうサイトがあるんですけど、まあ、そのサイトをみんな見て、このコンペとこのコンペちょっと面白そうだから出してみようみたいなことをやってもいいかなと思います。学生だったらね、仲いい何人かにちょっと手を組んで一緒にデザインコンペに出すっていうこともできると思うので、それぜひやってみてください。ちなみに僕はグループとか組まないで、一人の時間に好きなタイミングでアイデアを考えたりしてるので、最近ではジムでこうトレーニングしながら考えたりとか、あとはシャワーを浴びながら考えたりとか、散歩しながら考えたりとか、なんか丸々しながらアイデアを考えるってことを最近僕やってるので、あまりそのアイデアを考える時間に頭を使うというよりも、なんか自分が一番リラックスしている時にアイデアを考える方が意外とアイデアって生まれたりするので、時間に縛られないで、まあ、こういった時間もちょっと考える時間にしてみようかなっていう感覚でアイデアを考えてみてください。はい、今日の動画はそんな感じになります。まあ、こんな感じで Twitter でも発信活動とかやってますので、フォローの方よろしくお願いします。また次の動画も楽しみにしていてください。そんじゃバイバイ。